はい、前回の続きからです。多分ボス戦だよね、この先。え？待って、ベーカー家に帰ってきたんじゃない、これ。え？じゃない？あ、本当だ。あ、間違いないわ。ドアがない。なくなってる。なくなってるわ。あら、ベーカー家に続いてたんだ、この地下道って。戻ってきました、ベーカー家に。 炭鉱に逃げ込んだとは言ってたけど、ルーカスが。会いませんでしたね、一回も。ってことは、ベーカー家で戦うのか。ハラ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 。待って、一番気になるのがさ、あれ？あれ？車椅子がなくなってない？あれ？あ、なくなってる。おばあちゃんの車椅子あったよね、ここに。ハラハラ。マジか。どこ行った？ねえ、そうだよね。おばあちゃんの謎も解けてなかったからね。まだ？あ、E001。これ誰なんだろう？そうそう。おばあちゃんのは検体ナンバーが書いてあったんだよね、おばあちゃんの写真に。ん？ E007？ あ、いや違う、E001。E 型の人間ってこと？え？ E 型ってエブリンだけって書いてあったけど、あのファイルには。もう一人いたってこと？それともあのおばあちゃんは、ジャックからしたらおばあちゃんに見えてるけど、実はエブリンだったってこと？その可能性もあるよね。まあ行こう。ベーカー家に戻ってきました。旧施設だね。あ、そういえばキーピックで開けられるところあったんだよね。あれ、キーになってたんだから、ちょうどよかった。電話出ないよね。セーブポイントないよね。ないんだよ、セーブポイント。あー、ぼっ、物置、手術室。そう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 、私に構うか。めっちゃ、おっと、エブリン、こら、撃っちゃうぞ。いいのか、撃つぞ。ダメだ、撃てない、俺には。本物？一発撃ったらどうなるかね。あ、偽物だ。こいつは幻覚だぞ。クソ、強化弾一発で消費してしまった。クソ、全部お前のせいなんだ。ほら、ちゃんとこれは幻覚か、跡が残ってた。クソ、偽物だったか。あれ、悪？アイテムは増えてねえかな。なんだ、開けたいな。でもキーピックないしな。安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺して、ママ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。なんだ、何を見せようとしてんのけ、エブリンは。あ、ビデオがなくなってる、テレビデオが。あれ、ベッド変わってるよ、いろいろ。
ここも弾けなくなってる。なんだ。あ、ママがマーガレットがいなくなってる。何が起きた。本館の方に行ってる間に。ヒューズもなくなってる。開けないね。あれ、これ幻の方にいるか、まさか。なんか音がしたよ。え？あ、ここも開けられない。じゃあ2階行ってみようか。あ、セーブポイントも消えてる。開かない。リーさん、助けて。ここか。いや、ここじゃない。これは外に出ないといけないね。あ、いてててててて。いてててて。嘘嘘嘘嘘。構わないでよ。いきなりの奇襲？あ、あ、幻か。あぶね、厳格に殺されるかと思った。エブリン、どこだ。開けないね。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。待て、怖い。おお、これは私の義務。おお、消えた。お人形さんが、エブリン人形。怖かった、今突っ込んできたから。出れるんかね。出れない。あら、しまった。これどうすんの。これに打てってこと。違うよね。どこ行けばいいんだ。あれ、ちょっと攻撃してみようか。いや、そういうわけじゃないね。月違う、ここじゃなかった。もう一回2階に行ってみよう。おお、あれ、大人の近づくんじゃない。
いた。母船？私に近づくわ。痛い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 。ガード。もしガードガードガードしながら突っ込む。私に構わないでよ。オッケー。お前に渡るもんか。ガード、あー、いた。これ死ぬんじゃね。ガード。これ死にそうだな、衝撃波で。あっち行け。大丈夫か。もうちょい。私に構わないでよ。もうちょい。いや、やめて。いけいけいけ。あ、死ぬのか。衝撃波で死んじゃうか。エブリンとの戦い、これ戦いなの？神経弾は一部行動不能にするか。はいはいはい。じゃあ行こう。近づくんじゃない。お前に分かるもんか。オッケー、いけ、突っ込め。もう、いや、やめて。もうちょいもうちょい。もうそれ以上近づくな。やめろやめろやめろ。届くか。いやだ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 。終わりだ。あ、お前が。やっぱだ、エブリンだったんだ。どうしてみんな私を嫌うの。え、敵？ね、これ誰誰誰誰？あ、エブリンか。ちょっと待って。目じゃない？いていていて。おばあちゃんの姿をしたエブリンじゃなくて、あ、最終決戦？もうお姉さんだよ。どうすんの？明らかにさ、飛び道具持ってくればよかったね。火炎放射器効かないってこれ。あんたはただのちっちゃい坊よ。いって、いった。ショットガンもちょっと厳しいな、ここ、この距離だと。足が、やばい、足が。イーサン頑張れ。いて。ガードかこれ。ガードできねえぞ。構えるしかできない。なんだ。誰。それを使え。アルバート01。なんだ。これ何？何？このままことは終わりだ。なんか知らないけど聞いてるぞ、すっごい。よし、ガード。あれ、
リースだよね、今の。買った。つかの間の休息、悪夢の終わり。来たぞ、BSAA が。あれ、あなたは、もしや。あ、お久しぶりです。レッドフィールドだ。無事でよかった。ずいぶん遅かったじゃないか。ゾイ助けられるんじゃない？ミウ、助かったんだ。俺たち。本当。ミアを助けに行くのが多分シナリオになりますね。クリスの。どんなに暗い夜もいつかは明ける。ようやく夜明けが訪れた。気が遠くなるほど長い夜だった。苦しめられたのは俺とミアだけじゃない。ベーカー家もそうだ。あの化け物エブリンに変えられてしまった。だがあいつはもういない。後のことは彼らに任せればいい。俺はミアを失ったと思っていた。だが彼女は戻り、全てを乗り越え歩み出そうとしている。ここから新しい日が始まる。
はい、レコードが出ましたね。14時間。結構かかったな。まあ、でもちょいちょいね、いろいろ探索とかもしてたりしたからね。それで時間食ったんでしょう。アンティークコイン、あと5枚残ってんだね、どっかに。で、ファイルは、あと4ファイル。で、回復アイテム。スタビライザーって1個だけなのかね。はい、こんな感じでね、ノーマルはクリアすることができました、無事に。で、お、次の項目がアンロックしました。武器、アルバート 01R。さっきのやつだね。で、防御の極意。お、出たね。フリーコンテンツ、ノットはヒーロー。そうか、ここで流れたのか。はい、それではね、バイオハザード7、ノーマル難易度ね、クリアすることができました。結局ね、ルーカスはね、出てこんかったね、最後まで。で、エブリンがおばあちゃんの姿を見してるのかと思ったんだけど、おばあちゃんの方が実体だったみたいですね。あれかね、なんだっけ、ミアが過剰代謝してるって言ってたじゃないですか。新陳代謝のことだと思うんで、もしかしたらベーカー家に見つけられた時はまだ子供だったけど、急激に代謝が進んで老化したのかもしれませんね。多分それ分かるのはね、ダウンロードコンテンツが出たらね、分かるんじゃないかと思います。はい、結構長くなりかかりましたがね、ご視聴ありがとうございました。これ以降はね、何をしようかなって考えてるんですけど、まずゾイの、エンディングの分岐点ので、ゾイのルートで、やってみたいと思います。セーブデータ残してるんでね、あの手前のやつ。で、それが終わったら、まあ、難易度とか上げたりして、なんか隠し要素もね、いくつかありそうなんでね、そういったのをアンロックできればいいかと思います。はい、ということで、バイオハザード7、ご視聴ね、最後までありがとうございました。またよろしかったらね、他のゲームも上げていくんで、そちらもご覧になっていただければと思います。はい、島津でした。ありがとうございます。失礼します。